春はあけぼの、ようよう白くなりゆく壁際。どうもこんにちは、スタッフ B です。今回は女性スタッフ C さんと新生活様式へちつぎを紹介したいと思います。まずへちつぎって何って感じられる方たくさんいらっしゃると思います。そんな方たちのために私スタッフ B が責任を持って説明したいと思います。堤防の壁際には貝類や甲殻類がたくさんついてます。その餌を求め魚たちは一度集結します。こういう風にひだ打ってるんですよ。魚たちって見えないかもしれないですけど、もう港見合いとかすごいですよ。そのお魚たちに対して壁際から剥がれた餌を演出しながら広範囲を釣り歩く、そんな釣りです。壁が存在する限りお魚さんは存在します。この釣りは一番身近にスタイリッシュに楽しめるのが特徴的です。私スタッフ B が新生活様式引き継ぎをご提案したく思います。ゆるゆるな動画となっておりますが、最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは続きをどうぞ。どっちにしますか？やっぱりリンゴっすかね。じゃあ召し上がってください。はい、いただきます。どうですか？美味しいです。食べましたね。わっ今日の宮崎の海峡はどういった感じでしょう？スタッフ C さん、あなたの融資しかと受け取った。あとは B に任せてください。なあ、お前が釣る姿なんて誰も見たくないんだよ。女性に釣らせてあげれない男に何が守れるんだ。次回、スタッフ C さん、爆釣。ご視聴ありがとうございました。